やっぱりね、こんな借用書に名前書いたらケツの毛までむしり取られるわよ。ティオネ、この人知ってるの？こいつは有名ファミリアを狙った詐欺集団のボスよ。団長の命で調査を進めてたらまんまと騙されそうになってるあんたたち見て肝を冷やしたわよ。詐欺だったの？お菓子とか石鹸くれたいい人なのに。どんな基準よ。だいたい魔石はギルドの1000倍でしょ。その売買で儲けるとか知らなかった。あんたたちはねえ、本当に私たちを騙すつもりだったの？どうか命だけは お助けを。金輪際もうこんなことは。うん、約束ね。よし、合図行こう。ダンジョンで借金の分ちゃんと稼がないと。うん。ああ、うまい話してないんだね。わけないでしょ。うちの妹たちをカモにしようとしておいてただで済ますわけねえだろうが。覚悟しやがれ。あの話せばわかります。どうかご容赦を。よし、張り切って稼ぐぞ。今度は真相まで行っちゃおうか。うん、ギルドでクエストも探して。お腹減った？そういえば朝から何にも食べてなかった。まずはじゃがまるくん屋台かな。合図も行くよね。